ビクター・ヘンゼン・コルブネッツ。プランクトンを集めるためにヘンゼンが発明したものの一つ。クリスティアン・アンドレアス・ビクトル・ヘンゼンは、ドイツの動物学者。プランクトンという語を造語し、海洋生物学の基礎を築いた。シュレースビヒの町生まれ、ビュールツブルグ、ベルリン、キールの大学で医学を学んだ。1859年、キールで転換と、 尿中排泄に関する論文により博士号を取得した。1867年、プロイセン衆議員議員になり、海洋の研究を推進した。ヘンゼンのイニシアチブにより、ロイヤル・プルシアン・コミッション・フォーザ・エクスプロレーション・オブ・ザ・オーシャンズが設立された。1871年から1891年まで、キールの生理学教授であった。この時バルト海や北海、 大西洋に向かう5つの海洋生物探検隊の蝶であった。発生学と解剖学にも携わった。耳の構造、変然管や蝶類の発達に不可欠な構造である変然の不死と変然の系統を発見した。RV ・ビクター・変線は彼にちなんで命名された研究船である。ありがとうございます。